18歳の時と変わんねえな、この車。あら。アコスカ。アコスカ2000 GT を高橋国光仕様の GTR 仕様にしてた。仕様の仕様。仕様の仕様。あ、そう。これ1600なんだ。これはそうです。2000もありましたけどね。あ、じゃあ。1600です。これは重いね。そうですね。ただね、あ、車重が1055。まあ、軽いわ。あ、でもそんなに重くない。なんで不人気なんだろう。わかんないです。わかりません。でね、当時これね、実はね、カリーナ、当時のカリーナとですね、メカニズムは基本的に一緒なんですよね。綺麗な車じゃん。これ答え綺麗綺麗です。ね、デザインも綺麗で、あのデザインはですね、キャルティっていう北米のトヨタのデザインスタジオが担当したんですよ。キャルティ。だから西海岸テイストのデザインなんですね。いや、綺麗な車だよこれ。ラインもさ、前も横も、うん、いや本当綺麗な車。これが売れないんだ。そう。これが来た時、おおってなりましたもん。で、このね、ハッチバックもあるんですよね、ボディとしては。ハッチバックもあるんですけど、今日のはツードアクーペで、はい、なんかハッチバックの方が当時見かけたんじゃないかなって気がしますけど。あ、70年代はまだ俺子供だからね。10代だもん。あ、そうですか。ピチピチだ。10代だからさ、こんな車見なかったよ、はい、僕だから長野県で買うやつはいなかったよ。僕も長野なんですけど、まあ、僕は70年代後半の生まれなんですけど、近所に1台だけありましたね、戦争で乗ってる人がいましたね。でそれはね、あのハッチバックでした。でこのセリカは4気筒エンジンなんですけど、ノーズを伸ばして6気筒エンジンを積むとセリカ WX になります。あー、なるほど。初代の WX ですね、40、はい、いやこのエンジンは俺初めて見る。うん、なんかあの戦えそう、ロボットに。77年。すごいね。77年製ですね。これだから結構初期のモデルで、フレームナンバーすごい若いんですよ。1990ね、うん、そうだ99、うん、相当ね若いフレームナンバーですね。そうだね、うん、面白い。77年俺高校生だよ。高校生かわいい。俺んちの方じゃもうこういう車は見なかったね。俺が10代の頃ってカペラでしょ、マツダのカペラ、はい、ロータリークーペ、サバンナ RX3、 カリーナ 1600GT、 セリカ 1600GT、 ギャラン GTO、 はい、もうこんなんばっかりは。ハコスカ、ケンメリー、いやこれは本当知らないわ。これはスペシャリティカーの先駆けですからね、セリカって言えばね。セリカ、俺ダルマセリカしか知らない。そうそう、ダルマ、そうですね。やっぱダルマセリカになりますよね。